はい、こんにちは。日本と韓国の問題について話したいと思います。1、竹島をめぐる領土問題。2、慰安婦問題。3、徴用工問題。4、仏道盗難問題。5、日本海名称問題。6、日本産水産物などの輸入規制。他にも韓国軍レーダー照射事件とかもありました。最近では韓国の日本産の果物が無断栽培されている。このような問題が日本と韓国の間にはあります。すべてが解決されておりません。韓国は日本を敵国、仮想敵国と想定して不買運動や反日活動を続けています。最近目立った韓国の日本の果物が無断栽培、それについて述べてみたいと思います。シャインマスカットが流出ということですけど、いちごだけでなく日本の果物の不正な海外流出は高級ぶどうも及んでいます。問題となっているのが2006年に品種登録された日本産の白いぶどう、シャインマスカットです。シャインマスカットはマスカットの香りと高い糖度を持ち、何よりも皮ごと食べられるのが特徴です。価格も手頃で人気を呼んでいます。このシャインマスカットの苗木が流出し、韓国、中国で栽培されるようになっています。すでに香港、タイの市場では中国産と韓国産が、マレーシア、ベトナムの市場では韓国産が販売されていることが確認されています。ある JA 職員は5年ほど前、中国の貴州に出張に行った時、明らかにシャインマスカットと思われるぶどう畑があった。貴州は中国内でも貧しい地方で、そうした場所でも普通に栽培されていることに驚いたと話す。農水省はもし裁判をするなら費用は負担すると言っているが、日本の農家の意識がまだそこまで達しているとは、達していないと話す。なぜ無断栽培を防げないのか。なぜ日本はイチゴやブドウの種苗流出を防げないのか。権利保護が十分でない。和牛などの動物と違い、植物は知的財産保護のための国際的な制限もしっかりしているのにかかわらずです。動物と違って植物は親と子供の遺伝子が同じでも繁殖できる。親、子供、孫と繰り返し繁殖させても特徴の変化はしない。安定性があります。他の品種との区別も明確で、同じ品種であれば果実の甘さ、大きさなどの特徴も一定になるため、品種の特徴を公的機関に権利として登録できるのです。しかし今回取り上げたイチゴやブドウのケースでは、日本の農家が海外での権利登録の必要性に気づかず、登録期間を過ぎてしまったもの、無断栽培や販売の差し止めが難しくなった。これが韓国や中国で無断栽培されても文句は言えない。日本の農家は人がいい。
それが裏目に出て、いちごの種も韓国に渡ってしまった。我が国にもおいしい果物の広めたいと言われたら、本当に善意であげてしまう。その結果がこれです。世界の厳しさやこすっからさを分かっていなかったということで、無断栽培されても仕方ない、そういうような結果なんですが、日本の農家の方が苦労して品種改良したイチゴやシャインマスカットが無断で韓国や中国で栽培され、隣国に売られて、こういう状況に日本国民として苛立ちを持つ、そう思うのは私だけでしょうか。今日は今回韓国の日本の果物が無断栽培について述べてみました。他の問題もたくさんあるので随時話してみたいと思います。今回は以上になります。